品番が E の3005です。お色が私が今着ているのがベージュ、シンプルベージュです。はい、で続いてこちらがブラック、ブラックも安定に使えそうみたいな。そしてこちらドットブラック、大好きドット。そしてチェック柄ブルー、チェックなんです、チェック柄ブルーで、こちらは4色展開になっております。ではお値段いきます。じゃじゃん、3590円、イエーイ。はい、でこちらも、発売は今日の18時で、1月19日水曜日朝11時59分まで送料無料の特別価格になります。はい、かわいいよ、これはシャツとかブラウスに合わせてもかわいいだろうな。はい、じゃあポイントいきますね。これは、今日の新作になります。こちらね、マーメイドシルエットなので、この切り替えが入っていて、その下からちょっとふわっと生地がたっぷり使ってあって、ちょっとドレープになっているお上品な感じのワンピースです。はい、で、これ V ネックになっているので、このネック周りはすごくすっきりして着ていただけますし、私今普通に本当に普通シンプルなロンティーを合わせているんですけど、それを合わせても結構ね、やっぱ素材感がこうちょっときれいめな感じなのと、やっぱシルエットもお上品なレディーな感じなので、シンプルなロンティー合わせをしても結構まとまるというか、そういう感じで着ていただけます。はい、で中に、それこそタートルネックを合わせていただいてもいいと思いますし、あとはシャツとかブラウス合わせしていただいても可愛いと思います。はい、でウエストはこういう感じで切り替えになっているんですけど、後ろにここちょっとゴムが入っているので苦しさはそんなにないです。ただめちゃくちゃ伸び伸びっていうわけでもないです。ちょい伸びぐらいかな。で着脱はここサイド、ここチャックがあるので、チャック開けていただいて、もうかぶりで、はい、私は来ました。でこれ嬉しいのがポケットがついているので、結構深めです。そして手首まですっぽり隠れるタイプのポケットがついております。はい、なので結構インナー次第でかなりドレッシーな感じにもできますし、今私はロンティーなのでちょっとカジュアルめで合わせたりとか、いろいろ楽しめるあのジャンスカかなと思います。はい、ドット見たい、ドットじゃあ着ましょう。ドットにそれこそコラボシャツ合わせたらどうかな、可愛いような気がする。その前にカクちゃんを着替えさせよう。カクちゃんどうしよう、レディーな感じにする、せっかくやし。いや、やっぱでもカクちゃんはかっこよくモノトーンが似合いそうだから、ちょっとカクちゃんを着替えさせます。私のコラボブラウスとね、またね、私着るのでお待ちください。カクちゃんはタートルネックで合わせます。ブラック着てもらおう、こちらに。ウエスト何センチですか？ウエストはこれは身幅のとこになるかな。ウエストっていうのがちょっとないんですけど、身幅は、こちら43センチになります。かくちゃんはモノトーンなタートルネックでモノトーンコーデをしてもらおうと思います。あ、裏地ついてますか？裏地ついてます。ちょっと後でお見せしようと思います。
ちょっと出し着替えてきます。ドットきますね。今の時期は寒いかな。今はそれこそタイツとか履いていただいたら全然着れます。それこそこのカプちゃんコーデに下タイツを履いて、で、もう上からダウンとか羽織っていただいたりしたら大丈夫だと思います。ね、モノトーン間違いなく可愛いですよね、これ。ブルーにドットとかってどうだろう、可愛いかな。ちょっと一旦白だよ。私もちょっとモノトーンで出ますね。パクちゃんとシミラー系。あ、スニーカーコーデも見てみたいです。OK です。スニーカーコーデ。あとちょっと裏地ですよね。ちょっと見せますのでお待ちくださいね。先に見たい方は多分もうね商品ページにアップされてると思うので、そっちも見てみてください。ドットはやっぱり可愛いな。すごい雰囲気、久々にこういうの着ました。やっぱり可愛い。こういう服装しなかったんですけど、やっぱり可愛いですね。こんな感じですかね。で、裏地なんですけど、裏向けるとこんな感じです。この胸下のところから結構裾までたっぷりもう裏地は全てついているタイプになるので、全然透けたりとかはしません。はい。わ、ちょっと可愛いですね。やっぱり。何この可愛さ。めっちゃ可愛いです。ちょっとなんか私今ね、このブラウスがボリューム感があるので少しドレッシーな感じに見えるんですけど、あえてもう。これぐらいドレッシーな感じにしてしまってもいいかもしれないです。こうやってもう黒、まあこんな感じですかね。確かにフェミニンさん本当にぴったりコーデですね。顔タイプで言うと私フェミニンなんですけど、多分似合うとされているのは結構こういうコーデとかかな。え、めっちゃなんかいい感じですね。細く見えるし、なんかウエスト位置がこれ切り替えが高いので、それこそ骨格ウェーブさんもウエスト位置が高いと細く見えるし、スタイルアップして見えると思います。え、めっちゃいい、かわいいです。フランスはこちらはね C5430 っていう品番です。はい、ありがとうございます。深V ネックワンピースとどちらが余裕ありますか？多分深V ネックだよりはこっちの方がこのウエスト部分というかこの切り替え部分が少しピタッとしてるんじゃないですかね。なのであっちの方が多分ゆったりなんじゃないかなと個人的には思います。はい、このワンピースめっちゃ可愛いですね。で、ハンサム顔さんとかだったらこの中をブラウスじゃなくて黒のリブニットとかにしてみてほしいな。してみてほしいな。したらめっちゃ可愛いと思うんですけど、
後で着てみよう。後ろゴムですか？後ろはここだけゴムに。ちょっと見えづらいんですか？ここがゴムです。こんな感じです。ドットだったら下を黒のリブとかにしたら結構かっこよく着れそうな気がするので、ちょっとやってみます。もう一回かくちゃん、かくちゃんでお願いします。インナー黒ですか？これだったらまだちょっとさっきよりはかっこいい感じにドットが切れているような気がします。この感じでしょうか？はい。あと低身長さん動画をお見せします。152センチさんだとこれぐらいの丈感です。どうですか？お、お顔ハンサムさんの方がね、ハンサム顔の方ですが、かくちゃんコーデに追いブラックでブラックの、おお、ジレ、確かにジレ羽織ってこう縦のラインをさらにつけるとね、かっこいい感じになりますね。はい、低身長さんこんな感じでしょうか。で、ちょっと黒も着てきます。チェックもってあるんですけど、チェックはじゃあごめんなさい、かくちゃんにお任せしてもいいですか？かくちゃんに着せるのでお待ちを。かくちゃんさっきと全然雰囲気が変わりそう。インナー白一緒なんですけどね。柔らかいガーリーなのがお好きな方はこのコーデめっちゃ可愛いと思います。はい、どうですか？ブルーチェック。次黒着ますね。彼氏がめっちゃ喜びそうなワンピ、確かに男受け感はめっちゃ良さそう。あ、ブーツ脱いでの丈感 OK です。ちょっと待ってくださいね。ちょっと次黒黒になっちゃうけど、私は真っ黒の黒黒コーデもすごく好き。この感じ結構好きです。この春はラブリーで行こうかしら。めっちゃいいと思います。なんか春こそこう雰囲気を変えたくなりますよね。
スニーカー合わせ。そうだそうだ。スニーカー合わせをこれなんとしますね。ちょっと待って、静電気が来た。私は正直フラットとかで履いちゃうと結構短く感じるので、ブーツがバランスは取りやすいかなと思うんですけど、フラットだったらこんな感じかな。私でブーツなしだとこの長さです。足首丸見えな長さです。で、スニーカーですね。スニーカー何色にしようかな。私はあえてニューバランスとか合わせるの結構好きです。これにあと、あ、そうや、妊婦さんや。妊婦さんはこれちょっときついです。もうここちょい伸びしかならないのできついかな。ここ上げたとしてもこの裏地がここまでしか伸びないので、初期さんとかやったらいけるのかもしれないですけど、もしかしたら胃がちょっとここがグッてなり始めたら苦しく感じる場合があります。お素材はベージュとブラックはポリエステル 65% レーヨン 35% です。裏地は全部ねポリエステル 100% ですね。でチェック柄のブルーがポリエステル 80% レーヨン 18% ポリウレタン 2% で、ドットのブラックはポリエステルが 100% なので、結構それぞれ無地とドットとチェックで素材感が違うので、もしなんかバッて全部見たい方は商品ページにも記載あるので見てみてください。で、スニーカー合わせです。ニューバランスで合わせました。こんな感じです。ちょっとカジュアルね、になりますね。ブラック。で、エアボインしてほしいです。ちょっと待ってくださいね。これね、私の大きさで今、パツパツでは全然ないんですけど、かなりあのおもね大きい方はもしかしたら窮屈感を感じるかもしれないです。なので身幅のところとかちゃんとあの確認してみてください。まあ、V ネックだからめっちゃいっぱい入った、こんな感じですかね。多分ピタッとはなりそうです。めっちゃ入れました。めっちゃ大きい、こんな感じですね。ただ後ろはここがゴムがあるので、なんかめちゃくちゃ引っ張られてる感はそこまで出ないと思うんですけど、今かなり入れています。ただね、お胸大きい方はそれこそこれが深V なので、あのお顔周りとかがまだすっきり見えるワンピースなんじゃないかなとは思うので、おすすめはおすすめなんですけど、すごい今入ってる、めっちゃ大きい。妊婦さんはちょっと苦しくなってくると思うので、あんまりおすすめはしないです、個人的には。はい、こんな感じですかね。あ、カーディガン合わせしてほしいので、ちょっと今白しか今ここにないです。ちゃんと羽織るとこんな感じです。こう別に全然変ではなく違和感はないので、この感じで着れるかなって思います。あ、ベージュは一番最初に着ました。ありがとうございます。あとは肩掛けしたりとかするのもいいのではないでしょうか。今ちょっとスニーカーなので、私この場合はブーツとか履きたいんですけど、という感じになります。はい、じゃあ次行きましょうか。
部さんのスカートを次紹介します。